加藤武史から1914年9月4日は、幕末の英学者、明治時代の官僚、実業家、政治家。福井半明堂官教授、工部省工学寮学生官長、海軍省海上法律取り調べ係、東京政治取締役、新橋銀行頭取、芝区会議員。日本で2番目に刊行された、墓記書、消化必要の役者として知られる。 高科元年2月29日福井藩市、溝野口号栄門の次男として生まれた。幼名は辰五郎。幼少期藩中吉田東高村に官跡を学び、安政三年、明道館創設により、学生となり、橋本左内に蘭学を学んだ。明道館の校訓、文部付きに基づき、古兵のあざ、武士の名を賜り、安政四年弁学啓発のため、 啓発録を書き送られた。安政4年8月20日半の留学生として、左内に従い、江戸に登り、浜松町大木中駅塾に入った。安政5年に1月には京都、4月には江戸と松平春学の下で国寺に奔走する、左内に付き従い、安政の大国では10月22日時和橋の、左内邸で尋問を受けた。 安政6年2月14日祖父の病気により、帰郷し、旧理学、歴学、数学等を学び、明道館で、私文、算術を教えた。元治元年長州征伐に従軍した。慶応2年10月3日、加藤恒和の家督を継いで、大番組に入り、11月26日役頭々、12月25日、軍事方となり、28日所在門と解消した。 慶応3年4月11日英学区等誌となり、慶応4年6月12日上京した。明治元年頃横浜に出て、英語を学び、金原昭義と東里河瀬店を開いた。1873年3月18日公部省七等出資となり、翻訳課長、会計県庁を務めた。百七十四年二月十五日公学寮に展示。 学生官長を務め、1875年6月、広部ゴ恩助となった。祖父の死により帰郷後、1877年再び上京して海軍省一等族となり、海上法律取り調べ係を務め、1880年6月8日、海上裁判所訴訟規則審査局御用係を兼務した。退官後、横浜商勤銀行に関わり、 1892年、東京成獣に入社して、取締役となり、新橋銀行頭取を務めた。1898年11月から1910年11月まで、芝区会議員を4期務めた。1914年9月4日死去し、増志が谷に母妃が建てられた。ありがとうございます。